これからエレベーター遊びです。なんていう会社か何人乗りかは言いません。1階から10階まで行きます。1階から10階、1階から10階です。ボイスレでやってるようにあります。あらかじめご了承ください。初めて聞かれてる方もあらかじめご了承ください。エレベーター待っております。1階から10階まで行きます。1階から10階でエレベーター来ました。エレベーター来ました。エレベーター乗りました。10階着きました。1階から10階で10階には着いております。1階、10階から1階で9階で、9階で、すいません、いいですか、こっちでいいですか、すいません、すいません、奥まで詰めていただけますか。ありがとうございました。1回着きました。降ります。あ、いいですか、ごめんなさい、降りさせていただきます。ありがとうございました。エレベーターから降りました。10階から1階でもう1階には着いております。エレベーター遊びでした。これから2階に行っておきます。2階のご紹介をしておきます。2階に行ってきます。1階から2階で2階上がってております。もし途中で止まったらすいませんね。電池がなくなったりメモリーがいっぱいになったりして止まったらすいません。もし止まったらすいません。今2階着きました。1階から2階でした。1階から2階でもう2階には着いております。もし2階上がってっておりますっていうのを言い忘れてたらすいません、出てたらすいませんでした。203に入りました。もう203には入っております。こちらの部屋はパパが寝る、パパのベッドの部屋でございます。それでは202にも行ってみましょう。今203を出ました。今度202に行きます。今202に入りました。もう202には入っております。こちら、荷物置き場ですね。荷物置き場、大変たくさんの荷物が報じられております。入れるかどうかが分かりませんが、なんとか入れました。はい、なんとかです。ギリギリ入れました。これで大丈夫です。大丈夫です。あ、すいません、申し訳。ちょっと荷物だらけなので、202はここまででございます。出るのが大変でございますが、頑張って出させてもらいます。202のご紹介でした。そんなに202のご紹介をできなくて申し訳ございませんでした。ここは荷物置き場なので荷物がいっぱいあって出づらいです。あれ、今202を、あれ、出ました。もう202は出ております。続いて201のご紹介でございます。今201を入りまし、に入りました。もう201には入っております。はい、はい、こちらはですね、私のおじいちゃんが来た時に、おじいちゃんがこの部屋で 寝ますね。この部屋では私のおじいちゃんが寝る部屋でございます。それでは1階に戻ります。ありがとうございました。部屋は、2階には部屋は3個しかないので、これで、2階の全部を回ることができました。まあ、201を出ました。もう201は
出ております。これから1階に戻って終了。それではここで、それでは今度最後に1階に戻って終了で、2階から1階で1階下がってております。私のお家にホームエレベーターがなくてすいません。まあね、でも私は足が悪かったり、体が不自由ではないので、歩かなきゃダメなんですね。1階着きました。2階きれから1階でした。ありがとうございました。まだ使えそうなので、もうちょっと取っておきます。でも、もし途中で止まったらすいません。途中で止まったらすいません。でも、できるだけ取っておきます。はい。1階のご紹介っていうのはね、そんな、ね、できないので、止めます。はい、これから牛乳を飲みます。牛乳持ってきます。多分今、2回1ぐらいですか、あ、もう1ぐらいですかね。はい、電池がなくなって止まる恐れがありますが、もし止まったら、もし電池がなくな、取り中に電池がなくなって止まったらすいません、手出しました。深くお詫び申し上げます。これから牛乳で。でも、できるだけ止まらないように祈っておりますが、もし電池がなくなったり、メモリースティックがいっぱいになったりして止まったらすいません。深くお詫び申し上げます。これは私が止めたのではなく自動で止まるので大丈夫で、私は必ず最後まで取ろうと思っておりますが、もし止まったら本当に大変申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。これから牛乳です。はい、牛乳。はい、牛乳。牛乳です。牛乳を飲み終わりましたら止めます。はい。これから牛乳です。牛乳。牛乳いただきます。できるだけ急いで飲みます。あらかじめご了承ください。ありがとうございました。牛乳を飲む鳥をお伝えいたしました。これから2階の方に行かせてもらいます。よろしくお願いいたします。ホームエレベーターがないため今日は階段で行かせてもらいます。なお、もし途中で電池がなくなったりメモリースティックがいっぱいになったりして、もし途中で止まる場合、もしかしたら途中で止まる場合がございますが、これはあらかじめご了承ください。もし途中で止まっ、この鳥が途中で止まっ、この鳥が途中で止まっちゃったらすいません。これから2階ぶり2階に行っておきます。1階から2階で2階上がってっております。1階から2階で2階上がってっております。今日はホームエレベーターがないため階段で行かせてもらいます。今2階に着きました。1階から2階でお伝えしました、出しました。まず203というね部屋から行ってみますか。まあ、203に入りました。はい、ここが203号室ですね。ここが203号室。私ちょっと今心臓がドキドキでございますね。はい、ちょっと心臓がドキドキ。それでは続いて202に行かせてもらいますね。203のご紹介でした。203は私のパパのベッドがあって、そこで私のパパがいつも寝ており、夜に寝ております。まあ、203を出ました。202は荷物置き場なので、移すだけといたします。もし目が見えない方などがいましたら大変申し訳ございません。まあ、202でございます。202には入りません。202は大体こんな雰囲気ですね。202をご紹介できなくてすいません。201で、まあ、201に入りました。はい、あ、す
すいません。こちらそんなね、あの荷物がいっぱいではないので、ご紹介することができますね。それでは続いてトイレのご紹介。2階にあのトイレ、私のお家の2階に、お家の2階には、まあ、201を出ました。トイレがあるのでね。はい、とそれじゃ、もしパソコンやボイスレで、聞かれてる方も、大丈夫でございます。こちらが2階のトイレ。こちらのトイレの会社イラックスです。で、はい、パソコンやボイスレで聞いてる方も、お分かりいただけますでしょうか。もし、目が見えない方や、映像が分からない方などは申し訳ございません。特にボイスレで聞いてらっしゃる方はすいません。デジタルカメラ、パソコンの方は多分は、デジタルカメラ、パソコンでお聞きいただいている方は多分分かると思います。でも、もしボイスレで聞いてらっしゃる方がいましたら、見えなくてすいません。こちらがトイレです。トイレの会社はイラックスです。はい。ありがとうございました。トイレはイラックスでした。私のお家の2階のトイレでした。はい。今度は1階のトイレをご紹介させていただきます。ね。2階から1階で1階下がってっております。1階着きました。2階から1階でした。じゃあ、1階のトイレ。こちら階段の隣にございます。トイレはイナックスです。同じくイナックスです。はい、ごめん。今1階に着きました。1階に戻ってきました。